羊が小さい木を食べるって本当だねうん、本当だ。ああ、そっか。嬉しいな。羊が小さい木を食べることがなんでそんなに大事なのか僕にはわかりません。でも王子様は続けて言いました。なら、バオバブも食べるんだね。 バオバブは小さい木じゃない教会堂のように大きな木だ王子様が象の一部隊を連れて行ってもたった一本のバオバブの木も食べきれないと僕は王子様に言いました王子様は笑いました象の一部隊と言ったのがおかしかったのです象だと重ね なくちゃね、それから分別臭くさそうに言いました「大きなバオバブもはじめは小さかったんだよ」「その通りだでもなぜ小さいバオバブなんか食べさせたいの羊に」「わからないかなそのわけ」と王子様さまはさもわかりきったことのように言いました。 だから僕はうんと頭をひねって一人でその訳を考えなければなりませんでした。